4本でラウンドするサルゴルファーハゲ、ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲでございます。今回はですね、視聴者さんからの質問にお答えをしていく動画になります。雨降ってきた、違うか。はい、今ですね、チャンネル登録者数1万人突破しまして、そのお礼を兼ねて視聴者プレゼントというものをやっているんですが、その第2弾でその応募と一緒に皆さんのお悩みを書いてくださいっていうことで、数多くのお悩みをいただいております。で、そのお悩みにお答えしますの動画になるんですけれども、今回はですね、ちょっと順番わからなくなっちゃったんで、下からグググっていきますね。バンカー編まで行ったんですね。今回はですね、ウェッジのロフトが寝ているものがアマチュアにはなぜ難しくなるかを教えてほしい。練習場で58度がよくラウンドで使用したら、だるま落としばかりで使わなくなりましたと。だるま落としばかりで使わなくなりましたっていうのが、これちょっとテーマになりますね。はい、ウェッジのロフトが寝ているもの、フェースが、ロフト角の大きいものですね、なぜ難しくなるかというところでございます。まあ、ここに今これ何度だ、これ54度ぐらいかな、あまりで分かんない、あ、ロフト分かんない、54度ぐらいかな、 A があるんですけれども、まあね、こういうふうに寝ているもの、これは8番アイアン、まあ、こう立ってますね。これがこう寝てくれば来るほどなぜ難しくなるかという話でございます。これはですね、まあ、そのだるま落としというワードが出ましたが、当然まず角度が寝てるから、ずいぶんそっぽ向いちゃってるな、角度が寝てるのでね、振らないと当然寝てる分振ってあげないとボールが飛んでかないわけですよね。で、アプローチ、コントロールショット、カップ近いです。でもウェッジ持てば、これが58度だ何度だって寝てれば寝てるほど近いんだけど、しっかり打たなきゃいけないんですよ。まあ、当然ロフトが立ってるクラブでも小さい振り幅でしっかり打たなきゃいけないっていうところはあるんですけれども、それとやはりだるま落としってワードが出ましたが、ちょっとこういうふうに当たっちゃう人はロフトが寝てるクラブだともっと寝て当たっちゃって難しくなるんですよ。なのでここは打ち方の問題も出てきます。ロフトが寝てるクラブ難しいんだよなって感じる人の多くは、ちょっとこうインパクトでこうハンドルヘッドっていう、ね、いう言葉がありますけど、ちょっと手首が折れちゃってフェースがこういう寝て当たっちゃう人はロフト角があるものは難しく感じますね。でもその打ち方以外にもやっぱ寝てるの難しいんですよ。私左でも最近ラウンドしてないけど、ラウンドしたことありまして、左のベストスコア94なんですよ。で、その時ウェッジ1回も使わないです。グリーン周り9番7番、下手すりゃ5番アイアン、それでポンってチョンって、そのグリーン周りでこう大きく振るのが怖いのと、こう寝てるとトップするんじゃないかとか、そういうイメージしか湧かないんですよ。こっちでやるとね、ベストスコア94の左の加藤隆がウェッジを持つと、そういうイメージしか湧かない。右だとそんなイメージは全然ないんだけれども、でもやっぱり私いつもロフト50度が一番寝てるクラブなので、これ持つとかなり上向いてるように見える。で、58度持つともっと上向いてるように見える。よく言えば球が上がりやすくて、そういうボールは打ちやすいんだけれども、芝に行った時にやっぱり今ね、練習場では良かったけど、コースに行ったらだるま落とし、下くぐっちゃう、これはあるんです。そのくぐらないようにちゃんと左足の上で回っていかないと球が前に行ってくれないっていうのはあるんですよね。もちろんわざと下をくぐらせるようなアプローチっていうのもあるんですけれども、なのでロフトが寝てるクラブっていうのは振らないといけないし、それが難しいと感じる人は、ちょっとこう手首が折れちゃう人なんかは難しく感じる。
このままあんまりここを使わないでこうやって使えてる人だったらそこまで難しい感じはしないけど、でもベストスコア94の左の加藤隆がウェッジ持つとその角度によってもうこの面で当たるイメージ湧かないんですよ。ベストスコア94の左の加藤隆は右は全然分かんないけど、ここに当たるイメージしか湧かない。でこっちでうまく当てようと思うとダフりそうなイメージしか湧かない。なので左の時は9番アイアンとか上げなきゃいけないっていうライだったら上げなくてもいい方を狙って回ります。ちょっとね今回の質問に対してのアンサーがねちょっと難しくてね、まあ、とりあえず回してかあの動画回せばなんとかなるかなと思ったんですけど、ちょっと回答になったかな、どうだろう、まあ、ちょっと見ていただいてまたあの分からないことがあればぜひコメントください。というわけで今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。パーシモンハゲチャンネルは皆さんのコメント、ゴルフのお悩みお待ちしております。それが増えれば増えるほど私の更新頻度どんどん上がりますので、ぜひともご協力お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。